おい、レンジ。利口な人だと聞いていたんですがね。利口ならヤクザなんかやってねえよ。あいつか。会長、静かにしろ。伊田会長の痛みが分かんねえのか。鶴見の兄貴を殺して俺をこんな体にした協和会に自爆がかかり突っ込んでやるよ。結果我々が協和会の風下に立った。この件は終わりでいいんだな。待て、わしから一つ頼みがある。おい死んでも死にきれません。どうかわしらに任せてください。ああ、怖いこの野郎。やめろ。